催眠催眠は、ハワイ発祥のラーメンによく似た、麺料理、また、それに用いられる麺。催眠の起源は20世紀初頭のプランテーション時代に、外国人移民、特に日本人労働者たちの間で手軽な軽食として発展してきたことは確かである。中華麺そのものは、中国人移民が伝えたものであるが、その後日本をはじめとする他の国々の食文化や思考が、 影響し合って、現在の形になったものと考えられている。語源についても全く不明で、中国語説、日本語説、琉球語説、ハワイ語説など様々であるが、現在ではハワイで発生した微人言語の一つとして分類されている。関東語で読むと字音がぴったり合う、細麺という漢字が当てられることがあるが、関東語の際は、 細いでなく、小さいという意味である。北京語であれば、細い面という意味にはなるが音が、シーミエンで合わない。ミンの部分については、関東語の、面、英語マイン、見えぬ、であるという説が有力である。いずれにしても、1920年代にはすでに、 再移民という表記が確認されており、ハワイの移民たちの間ではかなり早い時期から、催眠という故障が定着していたのは間違いないところである。現在の催眠のスタイルは、日本人及びその子孫である日系人の手によって確立され、催眠スタンドと呼ばれる専門店の大半は、現在も日系人によって運営されている。そのため日本発祥の食べ物であると理解されることも、 多いが日系移民が中国人の助けを得て作ったとも言われ、起源が中国、日本、現地のいずれなのかについては議論がある。中国人には日本発祥だと日本人には中国から伝わったと主張される。今日では伝統的な催眠以外にもタイのバミリやベトナム風の中華麺、また時として日本式のラーメンや インスタントラーメンまでもが催眠と呼ばれることがあり、さらには、フライド催眠や冷やし催眠といった展開も見られることから、中華風の麺を用いた麺料理全般を指すと解釈される場合もある。乾水を使用した中華麺であり、太さや食感は店舗によって異なる。生麺のほか、乾麺、冷凍麺、インスタント麺の形もとる。伝統的な催眠の特徴は、出汁の材料として、 エビを使用するところにある。このため古くから存在する店のいくつかでは、現在もかなり癖の強いエビ風味のスープが用いられるが、大半の店では臭みの出にくい干しエビを使い、鰹節や昆布などを合わせた優しい和風味となっていることが多い。また、醤油はあまり大量には用いられず、色が薄く透き通った関西風の中華そばに近い仕上がりである。 いずれにも共通する点として、原則として、長寿肉を使用しないために、スープにはほとんど油が浮かず、うどんのつゆのようなあっさりとした味わいとなっていることが、現代日本のラーメンとは大きく異なる点である。基本となるトッピングは、小口切りの青ネギに、周囲の赤いナルト巻き、それに赤く着色された中国式のチャーシューで、ナルトやチャーシューはしばしば細切りで強される。 チャーシューは、スパムなどで代用されることもある。バリエーションは店によって多彩で、白菜などの野菜や、ゆで卵、ワンタン、各種の肉類などがこれに加えられるが、ラーメンとは異なり品だけやもやしが入ることはない。逆に油揚げや天ぷら、金シラン、焼き海苔といった、純和風の具材が用いられる例もある。また、伝統的な催眠とは異なるが、 店主の出自によっては、キムチやコリアンダーなど、民族色豊かな具材が追加されることもある。箸、またはフォークを用いて食べる。ほとんどの場合、レンゲが添えられるが、日本式に麺をすすって食べてもとがめられることはない。ただし、丼に直接口をつけて、スープを飲むことはあまり行われないようである。薬味として、 胡椒や唐辛子を用いることもあるが、多くの店では小皿が用意されており、ここに醤油と練り辛子を溶いて、麺や具をつけて食べるのがハワイ流の食べ方である。催眠専門店の多くでは、スティックと呼ばれる焼き鳥状の細い串に刺したバーベキューや稲荷寿司、おむすび、ハンバーガーなどのサイドディッシュも用意されており、ハワイの人たちは催眠をスープ代わりに、これらの食事を楽しんでいる。 マクドナルドの催眠催眠は完全なハワイのローカルフードであるため観光客の大半が宿泊するワイキキ周辺には催眠を供する店はほとんど存在しない。ハワイ州各地に点在する20軒程度の専門店以外では主に日系人の経営する小規模な食堂やおかず屋と呼ばれる惣菜弁当店、地元住民が利用するドライブインレストランなどで提供されている。 また、マクドナルドなどのファストフード店や、プレートランチやのメニューに加えられていることもあるが、その多くは、規制の茹で麺と粉末スープを用いたものである。麺とスープがセットとなった、いわゆる袋麺タイプの催眠は製造されていないが、スーパーマーケットでは、食材として、乾麺の催眠や催眠スープの素などを扱っている。また、 コンビニエンスストアなどでは生麺を用いたカップ入りの催眠も販売されている。ありがとうございます。